上で抗議活動が呼びかけられました。九龍半島の繁華街には今年6月に施行された反政府的な動きを取り締まる香港国家安全維持法や選挙が延期されたことに抗議する市民が集まり、夜遅くまで民主的な選挙制度をとか香港の自由を守れなどと声を上げました。これに対し警察は周辺一帯に合わせて2000人の警察官を配置し、参加者の持ち物などを確認したほか、道路を一時封鎖して速やかに立ち去るよう警告するなど厳しい取り締まりを行いました。さらに警察は香港の独立を訴えるスローガンを連呼した女性を国家安全維持法違反の疑いで逮捕したほか、これまでにおよそ290人を違法な集会に参加したなどとして逮捕したと発表しました。